過酷ですね。食料が。スカート到着。おー、いいじゃないですか。これだけ取るか。で、一度戻るか。石炭持って帰ってもらおう。これをどうにか上昇させないとダメだな。健康な人だけ迎え入れましょう。もう無理、それ以上は。これ以上増やされたらどうしようもなくなっちゃうんで。で、住宅を作るか。ハンター小屋ももっと作ろう。ハンター小屋。とにかく働いてもらわないとダメだ。これで5時間分か。全然温まんないですね。もうテクノロジーが足りてないんだな、ほんと。食料不足もひどい。これが全く機能してないんだよな。10人。どんどん来るぞ、難民が。ロストソウル。はい。生存者が到着。とにかく働いてもらおう。テクノロジーもやってもらって。なんか不満も減少させないと。大寒波が観測結果が嵐の規模を計算できるそうです。無理でしょもう。大寒波、大寒波が来るとか。勘弁してほしいな。もう捜索隊の資源が入るんで、それでなんとか賄えるか。6時間、2時間持たないな。少しは良くなったな。これは24時間働かないとも無理。ここも24時間。死に物狂いで働いても。これで、なんとか石炭は持つか。うわー、食…169人とかいるからな。無理ですよね、こんだけ人いたら。使い捨ての労働力だな。お、帰ってきた。よし、これで石炭は大丈夫でしょう。あとはレベルを上げていかないと。17時間で不満取り除けるかな。はい、全然減らない不満が。せめて暖かさだけでも快適にしよう。あの怪物にどうやって立ち向かう。独裁者ですかね。しょうがない。なんとか回るもんだな、こんなひどい状態でも。よし、暖房、新しい研究。これは必要。祭壇、宗教力を上げて働かせよう。信仰で、こ
これを3つか。お、ジェネレーター効率アップいった。これだな。マイナス70きた。さらにマイナス90度とか無理でしょ。ちょっと厳しいなぁ、いろいろと石炭なくなっちゃったし、どんだけ人を入れてももう間に合わない、はい、不満を下げて希望を上げるか。これは生き延びられない。あー、おー、いいですね。今後希望を心配する必要ないこれだな。血が流れるでしょう。4分の1は戦う決意。よし、やりましょう。もうよし、希望が増加。戦え戦え、もう希望必要なくなった。あ、献身的になれましたね。キャプテンこそ神となるべし。はい、これをしなきゃダメだった。もう、あ、やばい、いろいろとやばいことになってきたな。よし、これで希望はもう関係なくなったんで、とにかく人を、おー、これでやるか。処刑台とことんやるしかないな。う、寒さが、一応温めるだけ温めて。いいですね、宗教国家ができた。いい加減診療所も作んなきゃな。人が死んじゃうか。人さえ生きてればもうどうにかなるんで。不満も意外と少ないから。人だな、人をどんどん集めて働かせよう。一人処刑。増加する。はい、不満も解消、完璧だな。ダメだ、不満が。とりあえず下げよう。いつも通りですね、あったかくして不満を。とりあえず段さえ温めれば不満は解消されます。お、いいですね、処刑が始まった。おー、下がる下がる。だいぶ下がったな。レベル1下げるか。みんな信仰の力でなんとか不満も減らしてもらって寒さも耐えられるでしょう。これもう、もう死にかけなのになぜか不満がない町だな。ああ、大寒波でもうダメなのか、これ。大寒波でもう凍っちゃってる、ここ。大寒波迫ってきたぞ。
はい、強制的に働かせましょう。ああ、もうシャットダウンしちゃった。まあこのまま不満を持たずにみんなで死んでいきましょうか。またいつも通り停止させて、ギリギリで上げて不満だけ解消しよう。どんどん死んでいく。あー、もう全滅でしょ。あー、凍った。家が凍り始めてんな。もうダメでしょ。限界だった。まあでも40日持ったな、宗教の力で。絶望した父親。もう絶望しか残ってないですね。残り55名全滅かな。全滅ですかね。とりあえず不満だけでも取り払うか。ここだけ入れとくか。不満だけだったらなんとかなるかもしれないな。マイナス80度きた。あ、せめて大寒波まで見たいですけどね。マイナス90度か。あ、もう死んじゃった。もうダメだ。大寒波も来たし、もう50人でどうにかするしかない。あと19時間か。厳しいな。52人。大寒波見れるかな。51。また、あ、一応下がってはいるな。まもなく大寒波来ますね、最後の。そこで終わりを待つか。